こんばんは。前回の続きからやっていきます。今回はですね、オシリスの戦役を動画撮っていこうと思います。ここですね、あと37分で始まります。条件があります。これね、前回動画でも説明しました。部隊派遣してないとか、あと負傷兵がいないとか、病院にね、治療してる兵がいないとか、戦闘状態ないとか、戦意高揚が発動されていないとか、これ偵察とか他の対人攻撃してないってことですね。あと、都市に盟友の援軍が駐屯してないとかね。今回は自分たちはイシス側なんですよね。自分奇数なんで、こっちですね。オベリスクが2つあります。最初にこのオベリスクを目指していきます。二手に分かれてね。番号がね、今回30人自分たち出てるんですけど、1番から30番まで番号振ってあって、自分は奇数番号なんで、こっちですね。こっちが偶数になってます。自分たちの同盟はですね。で、自分の役目はここに前哨地っていうのがあるんですけど、これがあるんですね。これが3つあって、自分はここですね。ここの防衛です。ここの防衛と、あと、もしここに相手が攻めてきたら援軍出すのと、まあ、ラクダの対象っていうのがね、採取しないといけないのが出てくるんですよ。これね。これに出すってことですね。舞台を。これをずっと続けるっていうことです。他はもう皆さんね、役割があるんで、それでやっていくと思います。で、オベリスクね、最初、多分自分はもう飛ばないと思いますね。ここに最初、都市が移転するんですね。で、オベリスク取ったら、最初5人飛べるんですよ、ここから。30人いるんで、5人5人で10人飛べるんですけど、自分はその中に入ってないんで、で、次にまたもう一回占領すると2人プラス。で、あとここに防衛部隊入れると、あと時間ごとに、増えていくんですよね、飛べる人が。で、こう、まあ14人ずつぐらいになるのかな ?7、7だから。で、ここ16人ぐらい残ると思うんですよね。ちょっと時間かかると思います。順次の飛んではいくと思うんですけど。兵はね、あれからちょっと増やしました。今49万ですね。これがね、侍。これが普通の、なんだろう、ティア3の歩兵ですね。で、こっちがティア4の歩兵。これ合わせて今13万。ちょっとですね。バフ使う予定なんで、兵増やすですね。17万ぐらい多分持てると思うんで、ティア3と4の歩兵持たして、あとは馬ですね、ティア4の。で、17万ぐらいで、防衛しようと思ってます。あとは基本的にもうね、部隊組めないんで、あとはもうずっと、ラクダの対象の採集をしようかなと思ってます。あと4分ぐらいで始まりますね。防衛部隊は、韓国のオツくん対象にして、これですね。で、義経を補佐で、副将でつけようと思います。で、バフは、つけてもいいけどな。まあ、飛んでからで全然時間があるんで、これでいいかな。25% アップと、あと防衛つけようかな。つけます。攻撃と防衛ね、どっちか一つなんですよ、つけれるの。なんかね、入る順番で、この場所位置がだいたいこう前の方に出たりするらしいんで、オペリスクを取りに行く人を優先で入るみたいなんで、まあゆっくりでいいと思います。これゼロになって入ったとしても、またスタートまでに2、3分確かあったんで、じゃあ入りましょう。入ってね、あ、10人になってない?あ、こっち、あ、そうか、まだ入ってないからね。はい。オッケー。あとね、1分40秒。あ、設置して、これがね、スキルですね。自分が出すんじゃなくて、幹部の人が出すやつですね。自分行くのは左側。ここですね。オッケー。じゃあ、まずバフ使って、これね。スキルと防衛。こっちか。はい、オッケー。で、ここ行かせましょう。藤原の秀衡の来世で、これかな。槍、それと武士、これでいこう。16万か、いいでしょ。
とりあえず戻ろう。あとは自分がやるのはラクダ。これは多分今回全然ポイント稼げないな。あ、ここ行こう。もう出そう。Si je n'y suis pas, que Dieu m'y place. Si j'y suis, que Dieu. Iko-chan. Pour le roi. ここもあるね。どんどん出していこう。Loyalty, order, sacrifice. My men are fearless. あともう一部隊。これでね、ポイントを稼げるんで、これでいいと思いますね。あ、相手がここですね。あ、ここ取ったね、オベリスク。自分たちも取ってますね、ここ。ここ。それと、今、ここ時間。あと8分20秒。で、真ん中に出ますね。ここ。ここにね、棺が出ます。ここですね。それと、真ん中、あと51分で終わりですね。来てますね。とりあえずここに偵察、あとここに集結するみたいですね。お、急行。まだ時間あるけどね。真ん中来てるのかな。誰も来てない。あと4分だけど、2部隊ぐらいいるんじゃない。この人だ、ね、こっちにとりあえず偵察していくか。あ、やばいよ。ここ二十何万かいましたね。ティア4で223,600。これはなんだ、馬だと思うんだけど、馬じゃないのか。いや、 やばいね、これ。3つぐらい揃ってる、ここに。あと1分、2分ぐらい。ちょっと今回自分、中央行かないですからね。ラクダの対象の採取が主な役目なんで、あと防衛ですね、この前哨地の。またこれ出しとこう。みんなに。あ、15万ですね。オッケー。あ、弓じゃないこれ。逃がしちゃダメよ、これを。あ、そうそうそう。頑張れ。これの取り合いなんですよ。これ3000ぐらい入るから、相手にポイント。一応目安はね、このゲージですね。顔のアイコンの横のゲージ。これで大体兵の減り具合が分かる。あ、やられてるね。あ、オッケーオッケー、やっつけてる。やっぱりこれ速度だね。有利化。お、いいんじゃない？やっつけたんじゃないこれ。オッケー。あ、ここ落ちてる。ここに落ちるんだ。拾え、早く拾うんだ。いや、俺自分の速度部隊で拾って逃げたいとこですね。失敗してる。失敗なんだ。あ、そうか、やられたからね。そう、今棺持ってたのを、あ、これじゃない、今持ってったの違うか。持っていかれてるよ。これか。これだね。ブーディカが速度だったんでしょうね。前回うまくいったんですけどね、自分スピードで、速度で。
これだね。これをやんないと。あ、戻っていってる。これ今採取が終わったんですよね。戻ったらポイントがここに加算されると思いますね。また別のとこ出そう。この横のゲージですね。いい戦いになってる。相手の方がやっぱ強かったんですけどね、人数少なくて。これ持ってると逃げ切れないでしょ。完全速度フリーのがいいけどね。これもやってれるんじゃない、うまくいけば。あ、すごい、みんな強い。役割うまくいってる。これ落ちたの拾えばいけるんじゃない。いけるいけるいける。逃げ切れないでしょこれ、どう考えても。 OK、 あと拾えばいい。これをあ、全部採取したのが戻ってる。戻ったらちょっとまた落第行きましょう。これ誰が拾うんだ。あ、拾ってる。頑張れ。拾ったらそこで逃げないとね、狙われるよ。これ多分少数で逃げてるでしょ。どれぐらいで持ってきてんの。いいね、26,000。僕だったらね、3,000で逃げますけどね。いいですね。建物に入んないといけないんですよね。大きい、よく取れたわこれ。正解でしょこれは。だって建物に持っていかないとね。ここでしょ、ここだ。これどっちか入れた方がいい。すぐちょっと遅いなスピードが。これはな、あ、トルーパーだ。スピードだ。でも速度だね。ちょっと戻ってラクダ出しますか。まだだ。あ、まだね。来てないよね。攻められてないよね。オッケーみたいな。ここがやられたら自分援軍行かないといけないんで。大丈夫ですね。さっきのどうなんだっけ。あ、まだ運んでる。オッケー。どっちに運んでいくんだろう。確かにこっちは危なかったな。前回ね、僕ね、3回か4回運べたんですよね。運が良かったですね。これはこっちに行ってんな。来てないね、赤が。なかったね、来ると思ったけど、ちょっと思ったより統率が取れてない。相手の配送していってる。ここ、あ、来てるわ。やばい。ガチンコで当たるわ。どれぐらいいるんだろう。16万ぐらいいるね。相手が気になるわ。あ、これはなんだ、これなんだあれ。工場か。なるほど。あ、いけそう。これですね、このゲージ相手の兵。いけそうですね。勝てる勝てる。オッケー。勝った。いや、いい線いってる。まだ戻ってきてないけど、自分のラクダ。もうちょっとですね。これがね、ここに入ったらポイント入りますね。あ、来てるけど、多分間に合うでしょう。いけるいける。このまま入ったら、どれぐらいで行くんだろう。時間ちょっと出てないけど。
結構ですね。3000ぐらい上乗せされますね。よし、じゃあ俺ラクダしよう。ラクダ。ちょっとずつ稼ごう。Well done. You will save Egypt. Sacralo. Okay. どんどん出していかないとね。ほんと稼がないと。稼げるときに。いやー、ここ中央を制したの大きいですね。で、相手がちょっとまだね、人数が20人だったのに集まりが悪かったような気がする。自分が入るとき10人ぐらいだったんで、自分たちが19人ぐらい入ってるときまた揃って、あ、来てるねー。ちょっと見とかないと。確かね、1部隊しか出せないんだね。いや、ドンパチ始まりましたね。なんかね、思ったほど強くなかった。5だけどね、でもそうそう、1、3、今と何か混ざってるな。44、右のやつ見たことないな。ガチンコだ、ここ。あと3分40秒ぐらいでまた棺が出ますね。それをまた運んでいくと3000ポイントぐらいになります。激しい。ここでも負けたら一気にいけなくなっちゃうからな。中央後ろから4部隊。これか。来てるな。どれぐらいいるの？10万ぐらいか。だいぶ減ってる。2部隊か。部が悪い。あ、3部隊でやられてる。いやー、おい、いい。どうなった、ここ。いやー、光ってない？バフがかかってるってことか、これ。あ、でももういない。回復した。来てる、こっちから。いやいいですな。では どっかここへ集結行ってますね。自分たちがどっか集結する相手に集まってる。いいな。なんかこれに参加できないからね、自分は。役割はラクダと防衛ですからね。前回はね、人数少なかったんですよ。少なくてものすごくね、役割が多くて、一人一人。自分はね、オベリスク取ってこの棺を運ぶ係だ。
で、あとラクダもしろっていう感じだったんで、とにかくいっぱいやることありましたね。で、今回はちょっと余裕かな。あ、運んでる。おお、いいじゃん。いいね、速度だこれ。自分前回ね、3000ぐらいで運んでましたよ。ティア1の馬がね、一番速いんですよ。ティア1の馬にして、前回は、トルーパーだったかな。で、こんな感じ。スキルは、まあ、バフはこれですね。それとテンポこんな感じで、で出しましたね。大将にして、副将に、ヨシスネつけてましたね。ちゃんとね、同盟の方がやってくれてるんで助かる。この中にずっと自分入れっぱなしですよ、舞台。16万。こんな感じですね。侍、武士と、歩兵と、ティア4と、ティア3の歩兵と、馬ですね。で、16万で守ってます。来てる。これが、ここに入ったらまた3000ポイントなんで、多分勝ちますね。3万超えるから。いい戦いだと思います。これね、やっぱ護衛がいないと心配になりますよね。前回自分で守りました。おっと、入りましたね。3000、大きい大きい。あと戻ってきたら、あ、またラクダ出そう。どっかないかな。あったあった。いいね。出そう。地道にね、ちょっとずつ積み重ねていって相手を突き放す。オッケー、当たった。あ、勝てる。ここですね、相手の。オッケー。取った。オッケー。いや、大きい穴、中に入っちゃったからね。このまま。40万ぐらいいる。入ってきてるけど、ここは持ちこたえるでしょ。で、これで移動すればいいわけですからね。出てきて相手とこう。いや、いいね。うまい。相手の方がね、圧倒的に多分強かったとは思うんですけどね。人数が揃ってなかったんでしょうね。これはもう相手はかわいそうだけど勝てないね。うち4人ぐらいいたもん。いくらなんでも無理だ。あ、また来てる。いやー、これはダメでしょ。北条とか。部が悪すぎる。3部隊来てるけど。いやー、これ相手ダメじゃない？この北条兵器。そうでしょう。多分。来ないと思うわ。どう考えてもこの2つダメでしょ。この2つ、そうだね、釣りたいとこだよね。クスノキちゃん弱そうだけど。ね、ちょっと弱いなと思ったもん。ここはもういいね。他のとこ見よう。やっぱこう回っていってたところは気になったけどな。もう行かなかったのかな。こう来てたんだ。ここほら来てる相手が。持ち答えてるよ。でもなんとか、いや勝てそう。どれぐらい入ってんだろう。この中120万ぐらいいるわ。勝つわ。ここですね。いけるいける。こっち強いな。え、お、びっくりした。70万入った。
ッケー、いけるいける、勝てる勝てる、ゲイン、浮き輪、真ん中棺、いや勝ちだな。またあと集結してるのが1個ぐらい、あ、いってるな、75万ぐらい。ここですね、この横のアイコンの横の、あ、勝てるなこれ、減りが激しい相手の、あんまり入ってないところに兵が生きるでしょ、勝てる勝てる、こっちまだまだいいんじゃない、ほら60、あー勝った、取っちゃったわ、 OK、 あとは中央行って、いや今回いいな、みんなちょっと全然自分は何もすることがなく、あと52秒ぐらいでまた棺出ますね。で時間もあと15分、いけるでしょうこれは。お、出た、何て言ってるかな、 OKOK、 でこれを護衛したら大丈夫ですね。自分はもう戻ってきてるな、また最初出したのが、あともう一回ぐらい行けるかな、ラクダ。これを運んだら3000プラスですからね、もう勝ちでしょ。これは速度っぽいね、速い、あ、トルーパーだ、いや速い、いいね、安心して見てられる。兵どれぐらい ?2000 だね、うん、いいです、正解、自分も3000ぐらいでしたから。仲間が多分ね、護衛で追いつかないんですよね、早くて。これいいね、安心して見て、ここ攻めに行ってますね、多分来てると思うんだけど、どれぐらいかかるんだろう、行軍してる、あと2分ぐらいか、来てますね、ここ来てる来てる、うわみんな来てるわ、どれぐらい、88万来てるわ、ここ来んのね、時間的にもね、8分ぐらい、あーもう5万いってるからね、勝ちでしょう、いいなー、ここに参加したいな、ちょっと1部隊戻ったら自分も出そうかな、中央の方に、ケナチョコしかないですね、部隊としては、全部こっちに、防衛の方に行ってるんで、いいね、戻ってきた、出そうかな、昭公徒歩天下归心、迈步深来里 defendant 昭公徒歩天下归心、うわフルで持てないんだ、弓、うん、いっか出すか、インペラやってるな、こここんなのあったんだ、鼻をほじほじってやつ、こっちの勝ち、あと5分、強い強い、身内なのに、あ、よく勝てたよこれ、5分間間に合わないな、終わってる、いやいい勝負、そうよね、そこまで釣っていた仲間がほら来てる、間に合うか、
や戦い方うまい、いいよこれ。いや勝ったなこれ。素晴らしい。いやー勝った、すごい素晴らしい。一応ここで自分は今被害全然受けてないんですけど、通常ね戻ってここでね治療とかできるんですよ、ここでね。でもそのする必要はないですね。このマップから出たらね全部戻ってくるんですよ、治った状態で。だから治療はしなくていいです、この中で。いやーここ戦ってるなー、あと1分ぐらいだけど、ちょっと俺取れる？間に合う？間に合わないんじゃないかな。ドレクソルエットルーナソルジェンテスペルビサンツィペルセベラボ。もうあとね1分ぐらいです。これ勝ちだな。やっぱ一番最初に当たったのがね全く分かんないで、ものすごく強い人たちだったのが良くなかったですね。たった2人だったんですよ。それでこっち30人と戦力が一緒だったんです。それで負けました。途中までいい勝負だったんですよね、数で。あと15秒。いや、無理だね。グラナンチも無理でしょ。いやー、終わった。勝ちました。イエーイ。おっと、自分たちの同盟の方が1位だ。すごい、MVP。いや全然稼げてないんだよね。兵役の個人戦闘統計ですね、27位でした。30人出てるんで、いや下から30、24番目か。いやちょっと全然稼げなかったですね今回で。これがもらえる報酬はかなりいいですよ。それからこれね、これ確かね同盟員の方全員もらえるんだったかな。これも勝った時の報酬ですね。確か負けてももらえるんだけど、最後にSL フレットの彫像の今やってる、6連ね。1回ずつ開けてって6回連続で出るっていうのをやっていこうと思います。やっていきましょう。6回で出る。1、2、3、4、あら、出ない？ 5、出た。OK。出るね、5回ぐらいで。今回はここまでにしたいと思います。次回また続きですね。やっていきます。ご視聴ありがとうございました。